米女子プロゴルフツアーメジャー第2戦全米女子オープン第1日30日米ペンシルバニア州ランカスター CC イコール6583ヤードパー70世界ランク1位のネリーイコルダ米国は12番パー3で10打を要し10オーバーの80で137位とまさかの出遅れとなった このホールで第一打をグリーン奥のバンカーに入れると、ピンに寄せに行ったに打ち目は傾斜を転がり、グリーン手前を流れる小川へ。四打目、六打ち目も傾斜で戻ってきて小川に入れてしまうと、しゃがみ込んで呆然とするしかなかった。八打目でグリーンに乗せると、ここから二パットで十打を要した。今季のメジャー初戦。 シェブロン選手権を制するなど、今年は8006勝と強さを誇り、優勝候補の筆頭に挙げられていた25歳だが、10オーバーで137位のスタート。今日のプレーについて、私は人間。うまくいかない日もある。これまで硬いゴルフをしてきたけど、今日はただダメな日だった。それしか言えない、とコメントした。